きいハンバーガー。うん、きついよね。プラス言ってる。超マクド、超ドナルド、超宇宙人、超コーン、僕たちが超重大。はい、今回はですねマクドナルド1万円企画リベンジイエーイ。はい、なんかマクドナルドの1万円企画は2回やってるんだけどクリアしてないので、やっぱりここでうちらがねクリアしようかなっていうことで食べていきたいと思います。よしよし、せーの、せーの、いただきます。いただきます。すごい、ハンバーガー今回は別で行います。何？ちょっと食べてみて。なんで？しなしな。うん、ういちゃんって漢字どうやって書くの？羽衣です。羽に衣。うん。ういちゃん。多分分かってない。分かってない。マジ白くない、白くない。透明感だね。うん。全然。見えない。見えない。見えないだろ。チキンチーズ。うわ、買った。やば、チーズ。すごい、そう。絶対こう。絶対こう。頑張ろう。ハンバーガー食べないとやばいでしょ、あとからやっちゃう。そういうこと？うん。あー、そういうことか。ナゲットとか詰めてない。中東作戦とかじゃ。いや、ハンバーガー美味しいな。いや、まだ少ないよ、それ。少なかった。これはまだ少ないよ。うわー、大好き、ハンバーガー。え、シャカチキあるじゃん。普段食べるの？めっちゃ食べるんですけど。緊張してるんです。収録としてたぶん初めて。おー、お名前、フルネームなんでしょ。三原ういさんです。リアルに三原、三原ういさん、るいさん、ういなんか バーガーとポテトを食べた。これ何サイズ？ M だ。 M。 あとそんなの何歳？4,5,6,6 ま？ま、うん、6個だよ、頑張ろうぜ。どう？辛めのね。チコーン行こう。ね、チコーン苦手だから食べてほしい。よろしくね。ありがとう。食べていいですか？食べな。はい、よいしょ。冷や汗かいてきた。なんで？めっちゃ食じゃないもん。いや、思った。違う違う違う、思った。あ、ね。お、早い。コーン。あった。あら、おいしいね。もう30分ぐらい経ちました。いや、まだ25分。え、今日なんか遅い。遅く感じ、あんま喋ってないですよ。あ、そういうことか。喋りましょう、喋りながらやりましょう。ウイちゃんにこうちょっと質問してあげて。何歳ですか？今月で18です。マジでいいな。戻りたいよね。戻りたい、マジで戻りたい。制服着たら僕も彼氏は何です？自然と聞くね。大好きだもん、これから。好きですね、好きだよね、女の子ペラペラ喋るよね。うん、何人兄弟？4人。4人絶対一番多い。長女。おお。めっちゃ大人っぽいもん。マジでうちより年上だと思う。マジで。それはない。昨日TikTok 見て、いいね。質問じゃない。何？うん、報告？報告。まだいける。いける。いける。
俺結構食べましたよ、割と。あ、もうだ。はい、完食です。イエイ。コーン、マックにコーンってあったんですけど、完食しました。おいしい。あと20分経ちました。え、すごい。ちょっと頑張るわ。じゃあ俺ダウンしてる。でもこれとその代わりチキンのやつ全部。おお、ならいけるね。でも無理なんやろ、多分。ポテト無理だって言い始めやらすぎて。もうあとちょっとじゃない。チキンナゲットはあとどれぐらいある？あと、1、2、3、4、5、6、7個。あ、大丈夫？嬉しいです。嬉しいです。うん、美味しい。え、それハンバーガー食べた？半分ありますよ。やばいんですよ。何食ったっけ？ねえ、思った。えぇ、プラス言ってる。今日コーンだけやん。まだ大食いしたその人、次の日体バグるんですよ。わかる、バグる。わかりますよ。マカロンはもう脳みそまでおかしくなります。おーい、すげー。ナイス、ナイス。残り10分です。で、アップルパン食べた。やば、うん、すごっ。ラスト5分です。行こう。ラスト5分だ。これ美味しい。チキンミンなんとかパイ。白玉入ってる。そう。え、もちもちにあんこ入ってて、めっちゃ美味しい。チャレンジ精神でチキンパイ試してる。なんで白なの？そう、食べます。そうなんだ。ラーメン。あー無理。きついよね。ポテトやばいよね。ポテトやばいです。あ、美味しいかも。うん、うん、うん、うん。よし。この歯に何が詰まってるか分かんない。食べ過ぎている。よし。なんか強調しますぎ。結構頑張ってるんですけどね、僕も。はぁはぁはぁ。今日、なんか食べてきたから。あ、めっちゃきつい。ラスト3分。でもかなり減った。めっちゃ食べました。おいしい。俺ら食べてないよ。これいけるよ、うちら2個ずつで。ラスト1分前です。1分。もうバーベキューがいい。あ、完食した。俺完食したよ。ポテト1個。コーン。うん、ジュース。ジュース。黒ウーロン茶。絶対無理だ。絶対無理だ。10秒前です。1、5、4、3、2、1。頑張った。じゃあ、お疲れ様です。今回は余ってしまったのが、はい、チキンとハンバーガー、4つ半、あ、5個。5個。5個半とポテトと、え、やばくない？アップルパイとチキン。そう、これだけ。やっぱりジャンクフードはどうしてもやっぱきついっすね。ね。うん、ごめんなさい、完食できなかった。あ、ちなみにそれぞれ何食べたか一人ずつ。私も覚えてない。覚えてない。俺ぐらい覚えてない逆にね。次回の超重大は大平修造です。次回は照れてはいけない TikTok 第2弾をやりました。ぜひ見ないでください。
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ベル通知ボタンを押していち早く情報をゲットしてください。じゃあねー。